An-28。An-28 ウクライナのチャイカ航空会社のAn-28。An-28 は、ソ連ウクライナ共和国のキエフ機械工場で開発された小型多目的輸送機である。生産は、主として、ポーランドの PZL-WSK 社で行われ、PZL An-28 と呼ばれた。北、大西洋条約機構で用いられた NATO コードネームでは、キャッシュと呼ばれた。小型の総発輸送機であるAn-28は、1958年に初飛行した総発小型旅客機An-14プチョール化の更新型として開発された。設計に当たったアントック・アントーノフは、An-14の基本設計を最大限に活かした小型機として計画を進めた。1960年代初頭、An-14が完成すると早速そのジェット化に対する試みが開始された。いくつかの機体が計画された後、十分なエンジンを得て完成した最初のジェット型An-14がAn-14M であった。エンジンはAn-14のイーフチェンコ製レシプロエンジン AI-14RF に変えて640馬力のアマクブマールス製ターボプロップエンジン GTD-550AAS が搭載された。胴体と主翼は延長され、胴体左舷には乗降用扉が設けられた。また、降着装置は完全引っ込み式のものに改められた。An-14M は機体番号 SSSR-1968 と書かれた1機が製造された。初飛行は1968年4月30日に実施された。その後、機体各部の修正を経て2機目の試作機 SSSR-19681 が完成した。この機体には、より強力な TVD-850 エンジンが搭載されていた。SSSR-19681 は1969年9月にキエフで初飛行し、その後1973年からはモスクワで各種試験に入った。An-14M の性能に満足したオレーク・アントーノフは SSSR-19681 をもとに量産型となるAn-28の完成を決めた。An-28はベリーエフの提案した BE-30 を破り、アエロフロートソ連航空の新型短距離機に採用された。An-28は大成功を収めた自極性小型機An-2の後継機の位置を確保することに成功した。量産化に際し、エンジンは再び変更された。TVD-850 に代わって搭載されたのは3枚プロペラを装備する TVD-10B であった。このエンジンでは、1機あたりの出力が960馬力に向上されていた。ポーランド製のAn-28モスクワにおけるAn-14M の試験は1975年まで継続された。この年4月に全量産型が飛行し、新たな正式名称An-28を得て、生産はポーランドの PZL ミエレツに委託されることになった。ライセンス生産を受け持った。PZL ミエレツでは、1978年にAn-28の見本を受領した。生産は1984年7月22日に開始され、1993年に終了されるまでの間に191機のポーランド製An-28が生産された。最初の量産型は PZL An-28と呼ばれ、ソ連で開発された機体と全く同一のものであった。エンジンは TVD-10B をポーランドで生産した PZL-10S が使用された。この基本型 PZL An-28 は主としてソ連向けに製造され、その崩壊まで継続された。PZL ミエレツでは基本型に西側製エンジンを搭載する作業も実施した。この機体にはアメリカ合衆国の P&W 製 PT6A-65B エンジンが搭載され、An-28 サファリと呼ばれた。PT6A-65B は1100馬力、820kW のターボプロップエンジンで5枚輪のプロペラを装備していた。また、電子機器の一部も西側仕様になっていた。PZL 三重列では、1993年7月24日より、この機体を M-28 スカイトラックとして生産ラインに載せた。PZL 三重列では、1984年の生産開始以来176機以上の PZL-1-28、M-28 を世界に送り出しており、各種用途に合わせた派生型の開発も行っている。また、アメリカ空軍に C-145A スカイトラックとして正式採用されている。一方、ウクライナでも An-28 の後継型が開発されており、An-38 と名付けられ生産に入っている。しかし、An-38 は M-28 より後発であるとはいえ、販売数で大きく引き離されている。PZL-M-28 や An-38 の他にも、いくつかの An-28 の派生型が考案されている。高架部隊輸送機型として開発された機体は、An-28B1 と呼ばれた。また、1990年代初頭にはポーランドで、洋上哨戒機型となる An-28B1、K や An-28B1R が開発された。この機体には、ポーランド製のレーダーが搭載され、そのアンテナが機体下面に装備された。現在、アントック・アントーノーでは、An-28 の改修案として、高級ビジネスジェット機型を提案している。この機体では、機内の静筆性が高められるとともに、キャビンの拡大がなされており、乗降口が機種限に設けられている。このほか、要員降下機能を備えた森林監視機型や、専用無線機器を搭載した製図用写真撮影機型も考案されている。2006年8月の時点で計68機の An-28 が民間航空会社で運用されていた。その内訳はアブルーガトランスで11機、タジキスタイ航空で8機、キルギスタイ航空と東方航空、ブルーウィング航空で5機ずつ、テパビアトランスで4機である。その他の航空会社でも少数機が運用されている。ポーランド海軍の An-28、ソ連アエロフロートソ連航空ウクライナチャイカ航空、外車ロシア連邦東方航空、ボログダ航空アビアプラートタジキスタン、航空キルギスタン航空カザフスタン、アブルーガトランスエストニアリボニア航空エニメクス、モルドバテパビアトランスポーランドアエログルイフ、ポーランド空軍ポーランド海軍シエラレオネエアレオネ、ガボンエアエクセレンスコンゴ民主共和国マリフト、エアスリナムブルーウィング航空ペルー陸軍、アメリカ空軍、ありがとうございます。